ヤホアちゃんです。今日はなんかスタッフくんがねプレゼントがあんの、いいもの見つけた的なことがあんのって感じで、お任せ企画というか今ちょっと楽しみに待っております。今回用意したのはこちらだ。いやマジそれさ、なんか声変えるやつなんか使えばいいじゃん編集で。え、見た目めっちゃ普通だよ。なんかありそうなやつじゃん。ちょっとみんなに想像してもらおうと思うと、ちょっと前に青いやつ、ツイッターで流行ってたバズってたみたいなやつ、あっちゃん多分紹介したんですけど、それにちょっと近くない？の長いやつ、ちょっと想像してみんな、あの映せないんで想像して、ちょっとみんなにこう想像力膨らましてもらってっていうところがこの先のメインな感じなんで、これだーまではいいんだけど、これ何？こちらなんですけども、うん、タイトルが7秒で完全風呂吹きっていう。マジ風呂吹き？まさかの7秒っていう。7秒じゃないわ。なんで8秒でもなく6秒でもなく、あ、それな？確かになんで7なんだ。なんかラッキーだから。ラッキーセブンですか。ラッキーセブンだから。7秒で一人で5役を担うらしいんですけど、ま、確かになんか7の形してるよ。あ、ほんとや7の形してるよね。7の足を膝カットしたみたいな。そうそうそう、ウケる。答えあった5役もあんのこれ。吸う、押す、入れる、ペロペロする、振る、そこも熱くなるとか。ああ、なるほどね、なるほどね。あ、まあ、でもそれぐらいあるか、最近のやつ。でも7秒はないわ、本当に悪いけど。そもそもほら、自活タイプじゃないじゃん、言ったが別に。風呂吹きに対しての自活タイプじゃないから。何度も出てラッキーな人じゃん。そのラッキーにみんなは喜んでくれるわけだから。7秒ってめっちゃ早いよ。でもなんか実際、1回目はちょっと時間かかるかもしれないですけど、あ、行った後すぐに、一回蛇口ひねるとか。緩くなった状態でやれば、もしかしたら7秒は達成できるんじゃないのかっていう。男性の行ってそのまま、あれだ。やられて、やーってやつね。あのパターンなんじゃないかな。ああね、どうだろう、7秒か。今みんな想像してるし。7秒ほうほうほう。7秒すげえなって今絶対みんななってると思う。あ、わかりましたじゃない。すごいね、7秒。なんで今回プレゼントしたので、やる権利がある。権利ってことは断っていい？やっていいという義務ですね。やっていいの義務がよくわかんないんだけど。強制感すごいね。これチャレンジ式なのね。チャレンジでいいよね、じゃあね。そうですね。7秒ちゃんと発揮できるかどうか。なんか前もあったな、こんなやつ。多分、次は5秒のやつ。いや、5秒でもいいよね。でもね、いいよね。なんか男性とね、使うにしても何にしてもね、それができたら男性も楽しいもんね。いいんじゃないですか。まあ7秒かどうか置いといて、まあ試しにちょっとチャレンジはしていきたいと思います。頑張ります。この後ともみち、私パンティアでチャレンジをしていい権利があるらしいんで、パンティアでちょっとチャレンジしていきたいと思います。コメントはね、一緒に見ながら、もしも相手がいる方はお相手さんと、女の子はお一人でチャレンジ一緒にしていただけると、なんだったら一人の人も一人の人で7秒でってことで、みんな7秒でいけたらいいじゃんみたいな感じでよろしくお願いします。いけたよーって人は高評価を押しまくってください。よろしくお願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あっちゃんでした。バイバイ。